ジャッキー・ジョセフはアメリカ合衆国の女優である。1934年カリフォルニア州ロサンゼルスに生まれる。1950年代から歌手としてキャリアをスタートさせ、1950年代後半から女優として映画に出演し始めた。1960年後にジョセフの代表作として知られることとなるロジャー・コーマン監督の低予算映画、 リトル・ショップ・オブ・ホラーズに出演する。わずか2日という撮影日程で撮られた本作は後にミュージカル化され、1986年にはフランク・オズによってリメイクされた。その後も映画やテレビシリーズなどへの出演を重ねて、順調にキャリアを築き、女優としての地位を確立した。1984年にジョー・ダンテが監督したグレムリンに出演したことでも知られており、 リトルショップ・オブ・ホラーズで共演したリック・ミラーの妻を演じている。1990年には続編、グレムリン・ニシン、シュ、タン、ナマにも出演した。1990年代以降は目立った出演作はないが、近年でも数年に一本の割合で脇役として女優活動を続けている。声優として日本のアニメ、最有機の英語吹き替えを担当したこともある。 1960年に俳優として知られた、ケンベリーと結婚し、2時を設けたが1976年に離婚した。それから間を空けた2003年、デイビッド・ロレンスと結婚し、現在に至る。ありがとうございます。